日本人選手が多く在籍するドイツブンデスリーガ。世界トップクラスの集客率を誇るこのリーグは世界中から注目を集めています。今回は今季ブンデスの注目チームと選手についてまとめました。それでは見ていきましょう。バイエルンミュンヘン、ハリー・ケイン。現在ブンデスリーガで最も強力なチームといえばバイエルンミュンヘンを思い浮かべる人が多いと思います。ドイツのミュンヘン、アリアンツアレーナを本拠地に置くバイエルンミュンヘンはブンデスリーガを11期連続で優勝しており、歴代最多の33回の優勝回数を誇ります。名将トーマス・トゥヘルが指揮を執り、攻撃時にはテンポのいいパス回しと圧倒的な個の力で局面を打開します。守備に関しても各国を代表する選手たちが連携して強固なディフェンスラインを築いています。現在はブンデスリーガで2位と1位のバイエル・レバークーゼンを追っています。2位にもかかわらずリーグ最多得点と最少失点を記録しているのはさすがの一言です。そんなバイエルミュンヘンは数々のスター選手が在籍し輝きを放ってきました。今季からはセリエ A でリーグ優勝を果たしたアジアナンバーワンディフェンダーのキム・ミンジェや、プレミアリーグのトッテナム・ホットスパーで長年エースとして活躍してきたハリー・ケインが加入しました。今季プレミアリーグのトッテナムから移籍を果たしたハリー・ケインはイングランド代表の主将を務め、プレミアリーグで3度の得点王に輝き、4度の PFA 年間ベストイレブンに選出されています。そんなケインですが、バイエルンミュンヘンに移籍した後即座にチームにフィットし、現在はリーグ戦17ゴールで得点ランキング1位になっています。ケインほど万能という言葉が似合う選手もいません。中盤の底に落ちビルドアップに参加、前線でのポストプレー、フリーキック、PK、ゴール前での決定力など言い出したらキリがないほど、ケインのチームへの貢献度は凄まじいものがあります。クラブでも代表でもチームを引っ張るケインが今後どのような記録を作るのか非常に楽しみです。バイエル・レバークーゼン、フロリアン・ビリツ。ドイツのレバークーゼン、バイアレーナを本拠地に置くレバークーゼンは現在ブンデスリーガで1位と絶好調です。22-23 シーズンからリバプールやレアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘンで活躍したシャビ・アロンソが監督に就任したことでチームは大躍進を見せています。今季プレミアリーグのアーセナルから移籍したグラニート・ジャカや、現在得点ランキング6位のビクター・ボニフェイス、ドイツの期待の若手フロリアン・ビルツ、サイドバックながら得点ランキング7位のアレハンドロ・グリマルドなど強力で面白い選手が揃っています。またレバークーゼンではチームの練習動画が話題になりました。クロスからの得点を狙う練習でサイドの選手にパスしているのは監督であるシャビ・アロンソでした。監督が練習中に選手にパスをする場面は珍しくないのですが、話題になったのは美しいバックスピンを見せるボールと受け手の選手の足にピタリと吸い付くようなボールの精度でした。この動画にネットでは監督がとんでもないパスを出してる、いや監督が試合に出た方がいいんじゃないかといった声が上がっています。現在20歳でドイツ代表に定着し、所属クラブのレバークーゼンでは10番を背負うフロリアン・ビルツは今季素晴らしい活躍を見せています。2019年5月にはベルダーブレーメン戦で先発起用され、17歳15日でブンデスリーガ史上3番目の若さでデビューを果たしました。相手を翻弄するテクニック、広い視野から繰り出されるラストパス、両足での冷静なフィニッシュなど様々なストロングポイントがあります。今季の第9節フライブルク戦では圧倒的な個人技から得点を決めました。現在バイエルミュンヘンやバルセロナ、マンチェスターシティなど様々なビッグクラブが獲得しようとしている20歳の若手は今後どんな活躍を見せ、どんな選手に成長するのでしょうか。ライプツィヒ、シャビ・シモンズ。ドイツのザク選手、ライプツィヒ、レッドブルアレーナに本拠地を置く RB ライプツィヒは今季は現在4位と好調な滑り出しを見せています。ライプツィヒといえば鋭いカウンターからの攻撃が非常に魅力的なチームです。21-22 シーズンにはボールを奪ってからわずか11秒と 9.5 秒で得点を決めてしまうシーンがありました。 YouTube にはライプツィヒの美しいカウンターでのゴールがたくさん出ています。このような高度なカウンターサッカーを支えているのは現在得点ランキング3位でベルギー代表のロイス・オペンダ、快速フォワードティモ・ベルナー、バイエルミュンヘン相手にハットトリックを達成したダニ・オルモ、そして若き司令塔シャビ・シモンズです。
日本代表の久保建英らとともにバルセロナの下部組織で育ったシャビシモンズは現在その才能を開花させ素晴らしい活躍を見せています。2019年には長年在籍していたバルセロナ下部組織を抜けフランスのパリ・サンジェルマンに移籍しました。パリ・サンジェルマンではなかなか出場機会に恵まれずオランダの PSV アイントホーヘンに移籍しました。 PSV ではフォワードとして試合に出場するとデビュー戦であるアヤクス戦でプロ初ゴールを決めました。その後も得点とアシストを重ね最終的に34試合で19ゴールを決めました。細身ながら体幹が強く相手からファールギリギリのタックルを受けても簡単に倒れず卓越したボールコントロールでボールをキープします。視野が広く仲間の位置を常に把握し絶妙なタイミングでパスを出します。またクロアチアのルカ・モドリッチを彷彿とさせるアウトサイドでのパスが非常にうまくアシストを量産します。現在11試合で4得点7アシストとチームの中心選手になっているシャビシモンズがこの先どんな素晴らしいアシストを見せてくれるのか非常に楽しみです。シュトゥットガルト、伊藤博樹。ドイツのバーデンベルテンベルク州シュトゥットガルト、MHP アレーナを本拠地に置くシュトゥットガルトは近年不調が続き降格の危機に瀕していました。21、22シーズンには元キャプテン遠藤航が奇跡の逆転ゴールを決め残留に貢献しました。そんなシュトゥットガルトですが現在ブンデスリーガで3位と素晴らしいシーズンを送っています。ギニア代表のセールギラシがストライカーとして覚醒したことや今シーズンに日本代表の三笘薫が所属しているブライトンホーブアルビオン FC からデニス・ウンダブがローンで加入したことにより攻撃が活性化されました。守備では日本代表の伊藤博樹が奮闘しチームを支えています。日本代表で活躍する伊藤博樹は安定した守備と精度の高い左足のクロス、ピンポイントのロングパスを武器に現在3位と躍進するチームで見事な活躍を見せています。FIFA カタールワールドカップでは本来の力が発揮できず悔しさをにじませた伊藤でしたがその経験が生きている今シーズンではチームの主力として活躍しています。11節のボルシア・ドルトムント戦では左センターバックで出場し得意のロングパスで得点につながるパスも披露しました。そんな伊藤の活躍にドルトムント戦でのコメント欄では伊藤のパスが見事すぎるやこんなロングフィードを代表でも見たいといったパス精度に驚く人が多い印象でした。クラブで素晴らしい活躍を見せる伊藤ですが FIFA ワールドカップアジア予選を控えているので日本代表でもアシストを記録してほしいですね。いかがでしたでしょうか。今回は今季ブンデスの注目チームと選手について解説しました。バイエルミュンヘンが12連覇を達成するのか、他のチームが連覇を止めタイトルに輝くのか非常に楽しみです。他にも注目しているチームや選手がいましたらコメントで教えてください。また次の動画でお会いしましょう。